はいじゃあそれでは二回戦皆さん準備大丈夫ですかはいそれでは二回戦元気よく参りましょうよろしくお願いしまーすはいさかなさんお願いしますはいはいでは二戦目を開始いたしますえー皆様ズームのマイクのミュートビデオの停止を押してください 各視点でね、放送しますの、ね、で、それでは先ほどと同じ形の流れで、はい、い行いますので、えーやえー、僕と夜時間会話しなかった方は、えー、何も能力を持っていない村人となりますので、よろしくお願いします。紙視点はね、あの後日、夜時でを見ますので、そ,でそちらも見ていただけたらと思います。すまそして、えーと、各視点でね、あのギフトをいっぱい投げてあげてください、お願いします。皆さんね、あのプレイヤーがいないところと、山人狼できませんので、ぜひぜひ、プレイヤーの皆さんに対する、なんか、感謝とかね、あのー、ありがとうというメッセージとかね、 ギフトとか投げてあげると嬉しいですよろしくお願いします、えー、あとはツイッターとかもねハッシュタグ角山人狼でやっておりますんでいっぱい書いてどん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 書いて盛り上げてくれると嬉しいですよろしくお願いしますそれでは能力者の皆様を起こしてまいりますまずは騎士の方から起こしてまいります 騎士の方、ビデオの開始、マイクのミュート解除、お願いいたします。すそれでは、ースさん。あなたは騎士の能力を持ちました、はい。お、ナイトガンダムかね。そうです。ナイトガンダムです。頑張ってください。こ <laughs> すぞ。<laughs> 守ってください。殺すなくす,す。殺すぞ、おかしい。守ってほしいんです。守ってほしいです。さあ、それでは続きまして、霊媒師の方を起こしてまいります。かけないか、あるか 霊媒師の方はビデオの開始、マイクのミュート解除お願いいたします。どうやら霊媒師がこの村にはいないようです。霊媒師はいないようです。 さあ、どうなるんでしょうか。占い師であるでしょうか。まあ、家系なので。では、続きまして、占い師の方を起こしてまいります。占いですから、まあ、字の有利ですね。占い誰か。占い師の方、ビデオの開始、マイクのミュート解除、お願いいたします。誰でしょうか。遅いですね。 遅い入って占い師の方、ビデオの開始、マイクのミュート解除、お願いいたします。あ、僕でしょうか。はい、それでは、はいニさん。はい、あなたは占い師の能力を持ちました。きました、はい。最初の夜時間では、人狼ではない方を一人お伝えいたします。人狼ではない方を一人お伝えいたしますはははいい人狼ででな方ゴンタさんす。人狼ではない方は、ゴンタさんです。 ただし、えー、ゴンタさん、狂人というですね、人狼の味方をする狂人も含まれますので、はいはい、ご注意ください。わかりました。はい、では、頑張ってください。さあ、はい、ハイタニ。村が滅びるんでしょうか。ちゃんと導けるか、ハイタニ。占いでは、続きまして、頑張れ狂人の方を起こしてまいります。これ、ゴンタ、狂人かな。ゴンタ、狂人の方が、狂人じゃない方が簡単か。狂人の方が簡単か。 強人の方ビデオの開始マイクのミュート解除お願いいたしますそれではゴンタさんあなたは強人の能力を持ちましたさあ逆側ではります頑張ってください,いその強人ゴンタさんがむちゃくちゃやったらハイタニがえー、だってゴンタさん白だからみたいな感じになるかもしれません難しいぞでも人狼側から白が白なのでその人狼が噛む可能性なんですね片白なんで では続きまして、そうなると今度は生きない,い人狼の方を起こしてまいります。でも今度はたぶんなんなのでしょうね。霊媒師とかやるんじゃないですか。ワンちゃん。売れないし、かもしれないですね。わかんないです。<laughs> サジの誰あれ、なんか聞くぞ。人狼の方、ビデオの開始、マイクのミュート解除お願いいたします。い,いたかか人狼やだな、えー、ただな俺,俺,俺,俺とこうじさんあーお さんじゃなかかかったかまあ、さかそれではお二人は人狼となりました <laughs> 60秒間の作戦会議をスタートしてくださいどうぞどっち出るどっちが出る、うん、どっちがいい、うん、両方出てもいいけどねあのー、結構出るの強いルールやからうん<ー>、はい、いやーどうしようなはいあのー、まあ出ないは絶対ありえへんからね家計の可能性考えると出た方が強いからう、ね、ん<ー>どっち出たいまあ占いか霊媒で出るなら占いじゃない オオオッッッケケケどっちか潜伏する片方。どううしよ片方は潜伏でいいと思う。エイダーさんどっちがいい俺潜伏しよっかなじゃあ。じゃあ俺出ようか。俺ぐらい出てない。オッケーオッケー。いや、俺人狼嫌なんだよ。はい、大体コーチが痛くなる嫌だね、人狼ただ、このルールって人狼勝ちやすいはずやからね。ああ、負けるぞ。コーチ勝てるかどうしような。さっきみたいに殺されないかあ、誰に白を出したらいいその白の人が生き残っちゃうから。 誰生き残らせようかゴンタさんとかに作るああ。そこ任せるわオッケーじゃあゴンタさんだと隠<代>しろオッケーオッケーオッケー隠しろだぞすごいぞゴンタさん隠しろじゃあろう強靭なる、はい、で霊媒かそれではお二人頑張ってくださいではビデオの停止マイクのミュートお願いいたします噛まれちゃうな逆にな噛んじゃう霊媒だとそれでは二戦目を開始いたします さあどうなるか。か、みやす、ね、恐ろしい夜が明け、朝がやってまいりました。1>, <白>1番、ポージさんからビデオの開始のみを押して戻ってきてください。初日で占い釣りありえますね、ハイタニ。マイクのミュートはそのままでお願いいたします。2番、ハイタニさん。3番、ドグラさん。4番、オースさん。 5番ナルオさんライトガンダムやってるんだけどバッシュさせてる7番エイタさん8番ナナイさん9番ゴンタさん現在9名生存です それでは1日目の話し合い開始前にマイクのミュート解除マイクのミュート解除をお願いいたします4分間の話し合いを開始してくださいどうぞはい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 いは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 ははい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 いははいはいいはいいいは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 い これが占い師で、あの白も言えるけど。じゃあ三人占い師ちなみにゴンタさんはゴンタさん。占いです。ああ、じゃあゴンタさん、人狼ですわ。違う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 違さんう違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  ってまあ、同時に言った方がいいんやけどね、本当はね。まあ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 。まあいいっすよ、時間かかるから。じゃあ、俺行っていいっすかはいよ。俺はハイチャニッしよおー。俺はエイタさんしろ。エイタさんね。ハイチャニックしろ。あれあっじゃあ、両方して。あ、やばい。 アイタニさん、白の人を今、人狼って言ったんや。コンタ、ゴシジュ人釣った。あ、確かに。ごめん、ごめん、コーチさん。コーさん、ごめん、誰しろって言ったの俺は、エイタさんで、エイタニさんは、あの、だから、自分が白出ししてるコンタさんを人狼って。あ、確かにそう。ありがとう、ありがとう。え、ちなみに、コーチさん、誰だっけ俺は、エイタさんで、もう、次の日の話よもう、早く釣るやつきあってあるの。コーさんは、声高々で言いたいんですけど、もラーでよくね いやあのローラーそうですね三三やからあのえだって下げたりする下げちなみに霊媒は出てないあ出ないレバイあ出ない出ないカ可能性もあるけどまあまあまあカケかそうあのく黒が出てからでも二日目二日目出てきたらちょっとカけを疑うこれでさ俺がその本物やった場合だいたりが人狼ってこと いや、まあ、それもあり得るし、だってさ、俺の視点からしたら、ンダさんって白なわけやん。なのになんで、まあ、強人だと、アンタルさんの手だったら、普通に考えたら、この二人が人狼じゃない人道サイドってとね。人道、あ、だから、競争だよね。田さんが競人強人は裏回っても白になりますね。ああ、じゃあ、それだのまあ、権田さんの視点でも、小石さんが人狼だよね。 俺、ハイダイ君が白でといてあれなんだけど、いや、初めてだからさ。えっえっわかんねえんだよ、そこが。あの、てか、まあ、3、4、4はもう、ローランっていいでしょ、ロこれが、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 ことが、これ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 が、ーれが、の色が、これ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 が、 だからレ例外は多分最初出た方がいいですよね。まあ、いるならね。出た方がいい。あの、父も守りやすいし、今なら出ていいと思うよ。うん。いないなら、これは。待て待て。かけてるってことかけてるか、かけてるか、誰か聞き間違えてるか。俺ら3人でな聞き間違えあり得る。間違いを考慮するとはね。てか、この流れで2日目出てきたら、

まあ占い師と言わるとね。いた方が嬉しいですけど、絶対。いや、これはいないね。というか、開幕の占い師3人の時点でもうこれ、教授もそっち行っちまってから、まあ、そう、出てないですよね、多分。これ3人ローラーしたあとがマジの運芸だなと思っちゃう。はい。だから、俳優さんなんて言われたんですか、ささんに。えっと、あなたは占い師です。で、あの、ゴンタさんのが白ですって。

<laughs> 本日は1番、コウジさんからの質疑を通しな。んしたどなたに質問されますかいや、コウジさんも来るわ、これ。絶対、初手初手ョテコウジだな。終わってるわ、これ。でも、エータあしろって言っといたから。7位さんで。さあ、どうなるかだね。<laughs> はい、はいあ。ごめんなさい。7位さん、あの、ゴンタさんって誰にしろがしてたっけごめんゴンタさんは、はい、谷さんです。 えでハイタニさんは、ゴンタさんゴンタさんに、どういう,どう,いうことそれ <laughs> <laughs> いや、今のな、すっげーハイタニさん白かったな、人狼ではありませんっていう文言出てきたの、はい、超強いんすけど。ああ、確かに。でもまあ、でもゴンタさん黒って言ったしな、なんか、全然俺の中では、てかまあ、俺の中で2人は黒サイドやから、適当声えてるんですけど。まあまあ、まあ、そうですね。はい、いや、でも、俺<は>、太鼓をして白はそすのも意味わからんしな。いや、<laughs> 俺、でも、ハイタニさんがヨシがしてるとは思えないんだよな。はい。 これってさもうグレーとかじゃなくて3人のローラーから行くよね多分今はでもそうなっちゃうんじゃないですかはい誰からハイタニさんが白そうやから他2人からいくっていう感じゴンタートかもしれないでもハイタニさん怪しいですけどゴンタさんも降りなかったから3人目で出てそうまあメタで言えばハイタニさん絶対これ黒だよだって魚さんだようん <laughs> 坂本さん、やっぱり浩次さん怪しく見えちゃうな。それではコ浩ジさん、どなたに投票されますかハイタニさん、ハイタニさん。ハイタニさんに1票目が入ります。では続けまして、2番、ハイタニさん、どなたに投票されますかあこれやっちょっと浩ジさん、これ、黒かっつって。しかも、ゴンタに投票し、はい、ゴンタは投票しないであろう。<laughs> いや、でも、これ逆に、ハイタネさん、めっちゃ白いっすわ。<laughs> そう、だからお前がその、あの、蛇でいてくれてありがとうってやつたん、ね、お前が。そう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 。俺ね。そう。いや、だ逆に、ハイめっちゃ白くなったんそう、信じなかったんですよ。蛇でいてくれただから、いや、それは嘘ついたけど。最速で、え、で、で、しかも、コウジさんは結構言葉じりとって、いや、黒って言ってたからって言ってたんですけど、その後、いや、狂人以上かって言ってたじゃないですか、ハイタネさんが。 そう、だから、強靭人かって言ってたから、だって、ゴンダさん、俺、そう、ゴンダさんが多分強人で、うん、そう。ハイタイさん、俺、俺的にっすよ。ハイタイさん本物で、ケおじいさんが多分、苦労かなっていう。だからこの時点でも、かなり、正直もう、ね。ねえ、いや、ハイタイさんのあの一言でかかったっすわ。いや、ほんとに、マジで。ザコガリしようかなと思って。あんまりそれが、だから来たわ。いや、マジでザコ狩りしようかなと思来た。あんまりそれがだから来たわいやマジでザコ狩りしようかなと思ってあんれありがとう来たわ。いや、ほんとそうっすよね。いや、これ、そういうことでちょっと。え、ハイタイさん、これ一択でしょ なんで一択でしょ投票先。え、どっちなんやろあ,、まあ、ま、あ小二さんか。うん。うそれでは、ハイタニさん、どなたに投票されますかまああの、ちょかわいそうやけどね、正直。けど、小路さんやから。<laughs> <laughs> い、や、どうしようかな。かわいそうやから、ゴンタさんにしよう <laughs> 俺たちはどっちでもいいんですよ。<laughs> えっとどだ、もう、人狼サイトっていうのも確定してるから。あ、でも、あれか、小二さん噛むんか噛むからな、小二さん。 だ本田さんはかまへんけど、コウジさん噛むから、かまへんやいねんけど、しゃないーからまたコウジさん、噛むから。コウジさんに1票目が入ります。<laughs> では続けまして3番のグラさん、ね、どなたに質問されますか一,、ね、一緒だからね。知るのが。かわいそうです、ね。石井さん。お疲れ様です。話しかける先にこうったら、とりあえず石井さんにときましすう。どどう見てるか,とか話した方がいいですか いやえじゃいローラーでいいと思うえじゃローラーするとして、うんあの、どうせ最後の一人の潜伏効果を見探すことになると思うんで、そう,そうするとか、これレレバーがやかった場合、<laughs> マジの釣りっぱなしの運ゲーになる可能性があるの、ねうんまあそんなにきついんだけど、そう,そうですね、でも、ローラーするんだったら、うん、なんかもう、その釣りのことを話しといた方がいいのかなとも、ちょっと思いましたね。うんまあ、その今、さっきのメタのロジックで、はい、ハイタリさんがめちゃめちゃ白いんだけど。 ワンチャンナルオハイタリの街ポンポン、ナックやないじゃん。ああ、まあ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 こう言ってくださいねそあま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 ってあま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 っまあ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 まわまあ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 まそうあま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 まあ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 まま それではドグラさんどなたに投票されますか。ゴンタさんで。ゴンタさんに一票目が入ります。では続きまして四番オースさんどなたに質問されますか。あじゃナイくんで。はい。もうこれまああの和樹に入れる確定として。ああ。次次なのよ。うん。でも次ね。うんあの和樹はマジマッチポンプにしてはいやでもあのマッチポンプできないよ。 いや、俺も、いや、どうなんですかね。でも、マッチポンプ、ゼロではないとは思う、ね。いやゼロではないんだけど、でもゴンタさかい、こんなのあからいいや、俺も、そう、俺も、ちゃんと文言をちゃんと覚えてたとから教授のふりしてるかもしれない、ね。成尾さんが相当考えてきたってことになるから、そんなに直前に思いつくってことなさそうなですです、ね。成尾、そんな、絡めて使うような男じゃないよ。ああ、すげえ。ね、言うて不器用だから、成尾。<ー>うん。うんかなり、そう、もしそうだったら、俺、成尾さんの評価がもうこ、こんな、すごいだ。だよね。うん。 のいやでも,、ねま、<laughs> いやでもコージさん死にたくないと思うんだけどな。なんで出てきたんだろう。いやあんな髪の色にで、ゴンタさんも3人目で下がらなかったんですよね。うん、だから俺もう考えても仕方ないんですけど。コージ,ジゴンタのルート確定して、もう、その次の試合、<laughs> 試合というか、その次のターンすら考えてもいいかな。<laughs> そうですね、俺もそんな感じかな。わかんないですけど。はい、それでは、大須さん、どなたに投票されますかあずきお願いします。コージゴさんで。 コウジさんに2票目が入ります。では続きまして5番、ナルオさん。どなたに質問されますかゴンタさんで。<laughs> まあ、コウジさんしゃあないね、これねいどどど。どっちが怪しいですか、コウジさんとハイタニさん。いや<ン>だ、僕、ハイタニ君にし出ちゃってるから、ハイタニ君強人でコウジさんが人狼あや,っやっぱそういやそういやそうっすよねそそそそうそうそれそれ以外ないからさ <laughs> いや、俺もなんか、よく考えたらこれ。 さっきも浩斗さん言った目で死んだじゃないですか。うん。また首絞めなきゃいけないんだな。いや、そうなんですよ。それは、それは確かにちょっとそうなんだよ。飲んださんは死んでもいいですかまあでも、正直言って、今回のやつって、はい、あの霊媒師がいないじゃない。はいはい、霊媒師がいないと、あの一番最初に例えば、あの霊媒師がいた場合はさ、一番最初に釣った人が人狼だった場合、はい、人狼、人狼、占い師っていうケースを追わなければ、 人狼連れたからもうやめねえローラーみたいなのがあるけどこれバーいないよね。もう皆殺しのルートじゃないそうですねうんでただ誰を信じるかっていうのは大事だ例えばみんながハイタニ君がそんだけ真だったもんだったらハイタニ君の占い先はこれから信じるし俺が俺を信じるんだったら俺ちゃんと信じてそれではな尾さんどなたに投票されますかうんまあ じゃあちょっとまあとりあえずゴンタさんにゴンタさんに二票目が入りますでは続きまして六番 C、ね、プロどなたに質問されますかそうだなじゃあ7位に2話そうかああいえや7位ですなえ何 <laughs> どういうことえ楽しめな,なと思ってああ<ー>、うん、はいなんでしょう なんでしょうってこともいいんだけど俺はもうローラーするしかないなと思ってるからその先のことを考えた時に相方探しっていう形になってくると思うんだけどまあそのまあでもぶっちゃけ話の段階だとまあ浩司さん。いやでも今の話を聞いてて思ったのは本物の占いだったら一応村のため思うんだったら最後まで生き残って出し続けたいと思うんですよ。 でも、ゴンタさんは、あんまりその意志が感じられなかった。うん。っていうのはある。うん、正直、ねまあ。まあ、でもそれも全然、ハイタリさんが白出ししてて、強靭だっていうふうことを考えれば、俺はまあ、うん、は強靭。まあ、守り、守りたいってことですよね。うん。まあ、そうかなっていう気はするけどね。そうですね。それもまあ、ある。うん だからさっきのかそのナルオ・ハイタニのあのやり取りをどう見るかで俺マジでハイタニさん白いなと思っちゃったけどそうですね俺も思ったしでも強人だったら強人で3人目でて下がんないってマジ結構トロールだと思うんですよねそれでは<え>石井プロどなたに投票されますか昼間に呼び出されて初日で2回連続で死ぬの本当にかわいそうだなと思うんだよな <laughs> そんたくありですか<い> <laughs> ポンジさんに3票目が入りますでは続きまして7番エイタさんどなたに質問されますか,守るかグラさんで殺すか <coughs> はい,いやもうとりあえずハイタリさん白すぎると思ってたまあ思ってるしまだにただ、うん、成尾君が仕込んだってとこに対して俺こう苦言を呈したい、うん、あのウく君が仕込んだ可能性があるとしたらハイタリさんは絶対に 人狼ではありませんなんんななてて覚えてないと思うんだよ人、うん、の話しかないから、うん、だから逆に成くんが仕込んだ可能性も1%から2%ぐらいに上がってる<と><応>じゃあもう一個なもう一個俺すごいみんなへのアドバイスしていいこれでハイタニが強人っていうかまあ,あの人狼サイドやった場合ムカつきすぎるから先にハイタニを殺しておくっていうのは多分あると思う。<laughs> いやついて今日一日嫌な気分になると思うんやんかそれを回避するためにハイタニを先にケアしておくっていうのは俺結構ある選択肢だと思う。<laughs> いやこれかなりみんなの心に響いたと思うわ。どうせロろ俺はマジであるっていうあ,あのね俺さすがにこれ工事さんだと思うんだけどうんどう思ういや普通に考えたら工事さんやけどいや俺は工事さんかわいそうの一点で、うん、その工事さん以外をつきたい俺は <laughs> それではエイタさんどなたに投票されますか<対>ゴンタさんいけるからなまだな慣れく委ねるわゴンタさんでゴンタさんに二票目が入ります では続きまして8番七井さん。あ,あ、でもうまいよ、ね。ドグナラリンのも優しさだね。そう,そうだね、優しさ。え、どうしようかな。はい、谷さんで。はいよ。はい。俺、俺、ハイタニさんに入れると、おじさんとハイタニさんの運ゲーになるんですよ。あ,あはいはいはい。どう,どうい,いや、っていうか、正直もう一人はもうドグラですね。 今度ああ、なるほど、グラさん。うん、あ、今のがムカついたっすかあ、いや、ムカついたんじゃなくて、その、まず、まあ、矛先を浩二さんじゃなくて、俺に、そうですね、まあ、一つあんねんけど、うん、もう一つは正直、その、あのー、メタで、うん、俺はまあ、あれやん、その、あの、村サイドやん。はい,ういう、ね。だから、たぶん、人狼側にグラがいるっていうのを、俺はもう最初から考察してたんですよ。ああ。 そういうふうにしてくる。分け、わけてくるだろうなってこと。そうあもうだから、対立させてくるやんなっていうのが最初からやる前から思ってたから。あドグラハイタニのバトルが今のでもう、正直確定だだからもう、完全にもう俺に、コウジさんを辞めて俺にしようって話持ってた時点で、もう俺の目からしたらもう、コウジさんとドグラが人狼、ゴンタさんが狂人でこれで確定です。なるほど。確定。ゴンタさんが狂人。狂人。コウジさんが人狼ね。はい、わかりました。 失礼しました。えっと、少数ちょっと確認してください。一票足らないんで、たぶん、ゴタさんが3票ですね。失礼しました。あ票か失しし。失礼しました。失礼しました。はい。では、えー、このような形。えー、コウジさん3票、ハイタニさん1票、ゴンタさん、えー、3票となっております。失礼しました。はい。では、投票お願いします。え、こんなん絶対ハイタニさん投票するじゃん。おもろいし。ハイタニさんでお願いします。ハイタニさんに2票目が入ります。さあ、ゴンタさん。では、続きまして、し9番、ゴン田さん。 どなたに質問されますかえぇ、ー、小路さんが死ぬ。7位す、7位、ひどいな。いやリアキオ7位。とね、どぐらくんで。まあ、しょうがない。ゲームだから、ね。<laughs> はい。<laughs> いや、これ、あの、エンタメを取るか、キングを取るかの卓なんです <laughs> まあ、そうですね。これからすると、 コージーさんって、うん、あの抜けるけど出てきた偽物なんすえまあまあまあ、ゴンタさん視点は。はい、いやそう,そうそうそう。で、俺し、んだから、うん、あの言うべき存在じゃないす <laughs> そうですね、ゴンタさんからすると。うん、けど、多分民意は、ハイタニックに入れて、全員で決めろっていう。まあ、あの3人に踊ってほしいなっていうのが、そうだね、村の相違かなと思います。<laughs> <laughs> そうなんだよね。うん、俺、俺からすると、もちろんコージさんに、コージさんが人狼なんだよ。あの、ハイタニ君に白が当たったまあ、そうですね。だから、ハイタニが強人ですよね。そう。うん。だ人狼って分かってる人を釣らない行動で、はい、俺の信頼が疑われるんだったら、俺は釣りたい、はいはい、なるほど。いや、もうそれはお任せします。ゴンタさんの投票次第だね。そこはもうお任せします。それでは、ゴンタさん、どなたに投票されますか。<laughs> ゴンタも KOG が人狼って分かってるから。 それをエンタメとしてやって、ハイタニに言やが。ゴンタさんに。優しい。優しい。ハイタニさんに3票目が入ります。投票の結果、本日は、なぜか何だろう。さん、ハイタニさん、ゴンタさんの決選投票となりました。それでは、本日の投票順番と同じ順番で弁明を行っていただきます。それでは、コージさんから弁明をお願いいたします。わかりません よく分かりまませせんんですすずっと考えてたんですけど、灰谷さんは強、えー、人ではないと思っています。なぜなら強人ですぐにあの私、占い師ですっていうようなのをちょっと初,初プレイでできるとは思えない。だから人道で、しかも相方がかなり優秀なブレインなのかなと思っています。灰谷さん、人道側で出てもらってあの占い師で出てもらっていいですよと。でまあこう こ,こ,こういうふうに答えてくださいっていう優秀なブレインは、こんなかやと、まあ、七井さんかドグラさんなんかなっていうイメージです、で、あのー、もう1人、必然的に、あのー、ゴン太さんが強人になるんですけども、さっき七井さんがゴン太さん、トロールだって言ったんですけど、多分ゴン太さん、引っ込みがつかなくなったんですよね、あのすいません、やっぱやめますって言って下がったら、自分つられると思ったから、ゴン太さんは強人で、そのまま押し通すしかない状況になったのかなっていう印象ですね。 なので、工事視点では、ハイタニロゴンタ強人で考えておりますと。はい、皆さん、それでよろしくお願いします。さ<あ>それでは、ハイタニさん、弁明をお願いいたします。1年間かかってるから、1年間分の。い,いや、まあ、正直もう俺はしろうっていうことなんで、そんな言うことないんですけど、まあ、あのー、ゴンタさんとかはかなり、まあ、無理やりこの展開に持って、まあ、ゴンタさんは、俺から見たら、もう強人で。 あの二さん黒っていうのが確定してるんでまあもうこういう風にするしかなかったまあエンタメっていうなんかうちうち言ってましたけどなんだかんだでそのやっぱ勝とうとしてて <laughs> まあ最後これするしかなかったんだなっていう感じにしかまあ全く、うんまあ、そうなんですけどだからまあ特に俺から言うこと正直ないっすよねまあだって浩次さんはかわいそうやから三票になってて <laughs>。 <laughs> で、あの、ゴンダさんも、まあそういう、結局、これってもう、ほ当とどんどん決まってることを正直、中身かしてるだけなんで、うん、まあ、俺が言うことは、ほんと正直ないです。なので、もう、スタッあの皆さん、その、な手発通りになってください、はいは余裕ある。それでは、ゴンダさん、弁明をお願いいたします。はい、えっ、ー、と、冷媒がおそらく欠けてるっていうところで、えー、本当に追切り,りしかないと思います。ただ えっと、誰が新占いで、誰の言うことを信用するかっていうのは大事だと思うんですよ。で、えー、今回のケースで、まあ、皆さん、おそらく灰谷君が新と、えー、いう形で見,見ている状態かもしれないんだけど、一応僕は最後にあの、ドグラ君に話しかけていったことが、まあ、本質ですまあ言うならやっぱり、かわいそうはもちろんあります配信者としてね、同じ立場として。ね、ただ あのね、僕の意見もちゃんと組んでねっていうのはあるんですね。で、僕もないとして当てたいんですよ <laughs> そう。誰が人狼なのかを当てて、で、村に貢献したいと思って、そこだけ、えー、皆さんにも分かっていただければと思います。以上ですそれでは、えー、3名の弁明終了いたしましたので、残りの6名で投票を。 行っていただきます人狼偶数のえ慮になりますので、万が一同数だった場合は、えー、その同数だった方からランダムで初見者を決定いたしますので、ご注意ください。それでは、ドグラさんから弁明をお願いいたします。では、弁明じゃない、ドグラさんから投票ですね。失礼しました。ドグラさんから、どなたに投票されますか こうじさん。こうじさんに一票目が入ります。ーっ大須さん。和幸<雪>。こうさんに二票目が入ります。ナルオさん。ゴンタさんで。でゴ,ゴンタさん。ゴンタさん。一票目が入ります。シープロ。 コウジさんに3票目が入ります。エイタさん。釈か。ゴンタさんで。ゴンタさんに !3 票目が入ります。ナナイさん。3人ナナイどうすんだゴンタさんで。ああい、ランナーが出てくる。3票目が入ります。 それでは、えー、コーさん、ゴッさ,<あ>さん、さんランダム処刑となりますので、少々お待ちください。準備を行います頑張ってくれ。少々お待ちください。忖度ありでございます、格ゲーマン人狼。何でもあり。忖度もありで、こういうね、ハートフルな人狼もできますから、格ゲーマーは。ええ。もうしょうがない、これは。こんな強いメーターの初心者メーター来たんですから、それをナルオ引き出しちゃったから、もうこれは、これはもう忖度発動ですよ。格ゲーマン人狼、何でもあり。優しい世界でございます。 人狼を殺さないです。<laughs> 人狼を殺しません。もうすべて分かっている人狼を殺しませんので。これは素晴らしいですよ。平和です。人狼も共に生きよう。いろんな人種がいていいじゃないか。はい、では、お待たせいたしました。共に生きようです。えーっとですね。あ<の>ではですね、す画面上にお出しするんですけども、の今のゲームと一番か二番で <laughs> えー、ランダムで数字をお出しします。ゲームとしては最悪です。えっと、<laughs> 番号順にいきますので、コウジさんが1番、えー、ゴンタさんが2番とさせていただきます。コウジさんが1番、ゴンタさんが2番とさせていただきます。出た数字の方が処刑となりますので、よろしくお願いします。それでは、抽選スタートします。コウジさん、残ったがここまで取って、結局一なのか、結局1なのか、結局1か。通るか、優しさ。 結局1年投票の結果 <laughs> 本日処刑されるのは1番コウジさんですでは最後に遺言をお願いいたします 1, 1年間の1位今から2日前の5月28日非常に楽しい大会がありました格闘ゲーマーバロラントその格闘ゲーマーバロラントで僕チームメイトになった2人がいますそのチームメイトはこう言ってくれましたコウジさん本当にありがとうコウジさんのおかげでめっちゃ指揮があったコウジさんまた一緒にゲームしてな そういった二人鳴尾さんと生谷さんが今日2日連続で僕を初日に釣りました <laughs> カズノコはこんなことしない俺はカズノコについていく <laughs> 鳴尾と生谷はもうダメだお疲れおやすみ <laughs> みんな2日目以降も頑張ってくれよな<ー>バイバイかわいいぞそれではコウさんはマイクのミュートビデオの停止を押してください <laughs> コウジさんを処刑したにもかかわらず<ー>恐ろしい夜がやってまいります。でも見せ場でし,した皆様はビデオの停止を<ー>押してください。見せそれでは皆様おやすみなさいませ。素晴らしい皆さんね、コウジさんのとこ行って慰めてあげてくれ。コウジさん頑張ってた。<laughs> ただ運が悪かった。すーげえ運が悪かったな。しょうがないな。こういうのもありだぞ。じるな何でもありだから。大自然ありなんだったらこういうハードフル。 人狼を分かっていても殺さないありますからね何でもありなんで1年間貯めたそれでは、ね、能力者の皆様を起こしてまいります小ま,たまずは騎士の方から起こしてまいります強い人狼より一瞬のきらめきそうだよな本当そうだわさだ <laughs> 誰 占い師。さあ、ハイタリがどこを占うかね、次ね。騎士の方、<ー>ビデオの開始、マイクのミュート解除、お願いいたします。いいそれでは、大須さん、本日、どなたをごえなさいますか。まあ、えだかな。あれでもいいんだよな。この三人以外は。 どぐらくんでおなします。どぐでお願いします。どぐらでは本日まあ、まあ、ドグラさんをごします占いそうだ、ね、すげえ占いそうだから。では続きまして、占い師の方を起こしてまいります。ハイタリがみあるかもしれないね。 占い師の方、ビデオの返し、マイクのミュート解除で<も>お願いいたしますエイター当てられてないとエイター大丈夫っぽいと思ってるけどね、ハイタニどうだろうはい。<laughs> それではハイタニさん本日どなたの正体を確認なさいますかあ,あ、そっか、もうできんのかこれえーと、どうしようかなドグラに、あ、そうか、それができんのかドグラかな、じゃあはい、では本日、はい、ドグラさんの正体をお伝えいたしますはいドグラさんの正体は 人狼ではありませんでしたええそうなんやあ,ありがとうございます <laughs> 確定って言ってましたけどねさあではビデオの停止マイクのミュートお願いいたしますではありません魚はやってませんでしたでは続きまして霊媒師のターンを少し取りますさあ A タどこかむか吐いたにかまんだろさすがにかまんと思うんだよ多分 最後の最後で噛むかもしれん。次聞きそうだったら。だって占わす、占なそうな匂いしてないから。では、続きまして、人狼の方を起こしてまいります。噛むならここだね、たぶんね。確かに。他噛むとこないね。まあ、占いかむかな。人狼のエイタさんのみビデオの開始、マイクのミュート解除をお願いいたします。それでは30秒間です。どうぞ。エイタの気持ち考そんな気がする。でもこれ、まあ、守られるけども、ハイタリさん噛んで。 運ゲーにするしかなないよなローラー待ちしてたら2ターン分だから角四が2人生まれるもんねそうだねでに俺に来たら罪だからそうだねハイタニカむしかないまあちょっと厳しすぎるけどハイタニさんかむわうんカむしかないねハイタニさんがやります 素晴らしいはいそれでは本日、タニさんを襲撃エータの気持ちからすると、タニ、はい、が、タニのために人狼やってるから、えー、いや、灰谷かま,とまた俺、叩かれるんじゃないかなめちゃくちゃ叩かれるけど、でもごめんだって、人狼として、俺、それ行くしかないじゃん、見つかるの待ってたら無理だよ、それでは、お部屋に戻しいたします。すごい、今、2択やりました、今、大々、灰タがね。やっぱエータここできっちり決断できたよかったね。うん 恐ろしい夜が明け、<laughs> 朝がやってまいりました。エイタ、何やったって叩るよ。そういう気持ちがあるから。今、相谷さんからビデオの開始のみをして戻ってきてください。さよかったよかった。それは噛むよな。それは噛むよ。むしろ大さんなんで守ってないの。三番土蔵さん。四 <laughs> 番大須さん。五番ナルオさん。六番。まあローラーだから大丈夫だと思ったんだろうね。七番エイタさん。 8番でドクラが怪しくなるねこれでドクラも怪しくなる噛んでるから9番ゴンタさん本日無残な死体となって発見されていた方はハイタニさんですハイタニさんはビデオの停止をしてください

ああまあ今日、あの、今日強人だから。いや、えっと、一応占い理由だけじゃ言っていい俺に、俺にほが集まっちゃうのはる程しょうがない。うもうそれ以外ないからね。あるしょうがないというか。あの別に聞かなくていいからさ、あの、霊媒本当にいないそうだね一応そこは上がってほしいかな。多分いないでこれいや、初日にあんだじゃオおって出ないから多分いないと思う。ないね。あのちなみにみんな死んって思い込んでるけど、灰谷君は強人だからね。 いや、もうその話はいいんで。俺さ、全員だから絶対いい。あ、人狼じゃない時点でいい。はい、はい、はい。もう騎士出た方がいいと思います、俺。もそう出てもいいと思う。出てもいいと思う。無理、多分出ないと。騎士です。ナイトガンダム物語です。ナイトガンダム物語です。ナイトガンダム物語だとすると、ハイタリさんは俺はシンと見ていいと思うんですけど、そういうのは強人なんだけど、確定でしょ。そうなった場合に、ハイタニ に蘇害しに行った鳴門も俺は白くなるい,いやいやただねあただ俺ねちょっとう疑わしかったのは逆に入ったりさん。 ちょっと狂人っぽいかなとも思ったんですけど。まあまあまあ。っていうのも、なんかちょっと微妙に、さっきドグラさんと対立どうのこうのって言ってたんですけど。多分それ、さかなさんメタ知らないと、出てこないかなと思って。ただ、あの、だから、ちょっと怪しいなと思った。んですけど前提として、あの、一言一句間違わない、人狼ではありませんが、出てくるわけがないから。あ、まあまあ、そう。いやいや、だから、俺は死んだと思う。絶対死ん、あれは。俺も、俺も、だから、さすがに死ん。そう、そう、蘇我に読みをやられていたか、もしくはちゃんと、ちゃんと。 いや、そこまでやってきてたら、灰谷さん、マジで真面目にやったんだなって思いましょう。真面目にやらないから、絶対違うけど、例外、例外いなくて、この状況やから、だから、つむのを防ぐために、灰谷に勝っただけやから、もう、ゴンタさん、つる以外ない。ないね、ないね。このドラマはそうだね。このドラはそうなんだけど、次もう一人さん、同票先くらいしかないですけど。確定が、大スさんは絶対、俺は、まあ、例外がかけてるから、棋士確定じゃん。うん。はい、どうも。で、成く君は、俺はさすがに白寄り。 そうですね。うー俺もずっと難しいます、ね。待って、ゴンタさん、じゃあ、うん、誰が一番人狼っぽいですかこの中で。ああ<ー>。うん、どこだろう俺がいあーと、ちなみに、瑛太君を占った理由はさ、うん、あのー、はい、コウジ君が俺の中でもちょっと人狼じゃん。うん。はいはい、うん。で、白い声があるかなと思ったのね、瑛太君。ああ、うん ジンはおじさんが白ああ、その通り。その通り。このねらいから外れるために。おじさん、ええさん、白って言ってんだ。そっち確かしょっぱなだった。ああ、そうい。えでも、それどっちもです んだとしたら別にさ。えじゃあ、今とこみんなの中では、えっと俺の強人っていうことになってるんだね。あ、そう。えって俺一番もう一人、もう一人を、魚さんにそう言われたやろ、ゴン藤さん。あのいやいやいや。いいっすかいいっすかあの最初の質問に答えてほしいです。えっと、誰、人狼だと思いますあこの中ですかはい。今の中で、そう、今の中で、誰だと思いますか 思いや、えて言うなら、相手言うなら、結構そりそうですけどね。いや、どこで占いくんなんですよ、今。次の占い候補としては。占いっていうか、まあのただのザれ事なんですか。ああ、おいしい。一応、一応、7位くらい言ってたけど、俺3人目出てきてん 一応そこはちょっとかりますかこのロジもわかります。ドリブル A から終了となりました。話し合いが終了となりました。マイクをお願いいたします。では、結構引きつけたね。回は、本日襲撃されていた2番、ハイタニさんをゲットいたしますので、3番、ドグラさんからの質疑応答です。仕事した。では、ドグラさん、どなたに質問されますかオースタンで。おい。 まあまああのー、唯一の役職持ちということで村でっね <laughs> なんね何かえじゃあこれ今日じゃあゴンタさん釣って次の日お,おっさん生き残った、うん、あーでもお,おっさんし死ぬなほぼ間違いなく死ぬなあだから絶対死ぬでしょじゃああのそうそうなおさら今のうちになんか喋っておきたいこととか誰が 俺さっきね、あの釣ら、釣られる予定の3人はやっぱもう守り要ないから守んなかったじゃん。うん。でまあぐらにちょ守ったんだけど。ああ、はいはいはい。だけど、まあ、道楽も役職手を挙げてないから。いや、僕、うです。僕、だ誰でもよかったんだよ、ぶっちゃけ。なるほどあま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 あ。いない、いないですもんね。はいねいいい。ほんと適当っすよね。うん、当たったらたまたまラッキーみたいな。そしてったんでえ、じゃあ。 じゃあ、五人の中で、一人人狼っぽいなってやつ、あえてあげるとしたら誰かとかいます。ええー、なるお以外の誰かかな。ああ、はい。それでは、小倉さん、どなたに投票されますか。ゴンタさんで。ゴンタさんに、一票目が入ります。では、続きまして、四番、大須さん、どなたに質問されますか。えっと。じゃあ、なるおで、お願いします。 いやなるほど、だいぶもう、この中で、純白です。かなり純白でも俺、ゴンタさん入れる意味あるかな俺、多分、ゴンタさん別に仕方でいいと思う。ハブでよくない素晴らしい。いや、もう狂人ほぼ書くじゃないですか。人狼説あね。ああ、まあまあ、そっかそっか。人狼説だったっだから、あの、こじこじが狂人の可能性も違う。 先にしばらずと思うんだよね逆に逆にじゃあ吐いてる本物だからその可能性を潰しとくってのはねえだろまあそっかまあそっかじゃあごりあえず潰しといたいいかこいつらドリブラー潰してとりあえずその後どうしますか吐いたりが白くその後多分俺が行くんですよね多分大津さん死ぬでしょうねそうでナロは相当現状やっぱ白いんではいまあさっきのその達也に対するあれぐらいしかないけど で、まあ潜伏してるの誰かだよね。逆に、大スさん知らなかったら。大津さん。大対死ん、絶対知らない。俺の運ゲブロッキング、成功しちゃう可能性あるからね。それでは、大スさん、どなたに投票されますかドリブラーで。では、ドリブラーさんに2票目が入ります。では、続きまして、5番、ナルオさん、どなたに質問されますかドグラーさんでじゃ。次、どうしますまうもうドリブル。 まあ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 てかもうゴンタさんとおっさんは死んぬからいないものとして、うん、もうだから次の日そう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 ,そうっていう話なんやけど <laughs> あれうん <laughs> まあ確かにあのハイタニにハイタニは雑魚狩りしようとしたからなろうはまあ確かにすげえ白いっていうのはあるかもしれへんねんけど、うん、じゃあもう純粋に4分の1になったら俺俺はね 二回チャンスある、ちなみに。二、ね、回チャンスね。うん。あの、もうほんと、キャプテン翼の強引なドリブルばりの瑛太さんのドリブルはちょっと怪しいと思う。ああ。中学に見えてきたちょっとすごいドリブルかましてくるなっていうイメージあるあ。あど、どこら辺でどこら辺でいや、もうさっきの流れで、さかとと討論会っていうのああ<ー>。ドリブルすごかったから、どっちかと,いうと俺がもうまとめてやる感があったんですよね。ああ<ー>。そう。 な気がするだ、ね、だけだけどそれでは、鳴尾さん、ね、どなたに投票されますかドリブルゴンタで。ゴンタさんに3票目が入ります。では、続きまして6番、石井プロ、どなたに質問されますか、ね、ちょっと HP が減ってきました。は <laughs> い,いよ。これは、なんか、ありますいや、特にだけど、まあ、その話じゃ、話してないから、こうやってないから、とりあえず。 ドリブルについて、言いたいんだけど。うん、あの、あの、忘れてほしくないのは、俺は自分が白側の時に。あの、引くぐらい、ドリブルでパッション出すのを思い出して。俺、ゴールキー <laughs> ゴール競馬なのに、あの、ドリブルで抜くから。やるな。<laughs> なるほどね。ただ、あの。ちょ、運ゲーすぎる。あ、そう、まあ、運ゲーなんだけど。うん、ま俺、まあ、目線で見れることはあって、だから、その。まあ、早谷さんをしんでおいて。な、うん、るほど、行動がマッチポンプじゃないんだったら、なるおは。ーフで、まあ、俺目線だったら、ま俺はセーフじゃん。 だだかららドグラエイターいに絞られるんだただ一個あのワンチャンあるとしたら一応成尾君の部分をちょっと詰めるとすると、うん、覚えてないだろうと思って、うん、ほら覚えてないじゃんって言おうとした可能性も若干ある。うん、っていうのはえっとどういうこと要はあの浩次さんかゴンタさんに黒あのちょっと待ってねいてあの要はハイタニさんをと共闘してて共闘じゃないわ、うん、これめちゃくちゃうまく言えないよこれ次までにまとめるわ言おうとしたこと。<laughs> それでは石井プロどなたに投票されますか。ええー、ゴンタさんで。ゴンタさんに四票目が入ります。では続いましょうがないことをエイタさん。どなたに質問されますか。普通に認めればよかった。なるは無理だから。な、えー、るは紙紙紙目線でいいです。大須さん殺すんだから。とりあえず言葉まとまるように逆に俺怪しかったんだけどちょっとまとまったから言うわ。はい。えっと例えばあのー。 ままとまっもう、ね、あのー、まとまって可能性もあるよっていう別に七尾君がっていうの言いたかったわけで、うん、要はそのこの中で一番その確定であの白なのは王さん以外で要はあの、ま、ドリブルなんだけど怪しいやつを見つけなきゃいけないじゃん。で、ね、怪しい材料として上げてくとしたらそのハイタリさんに入れた人とかに一応なったりはするよねってぐらい。 あー俺ハイターに入れたっただ、あんなもん、あのー、ただのエキシビションだから、うん、関係ないじゃん。てか、コウジさんかわいそうやから入れた以外の理由がないからな、俺。まあまあ、俺ぶっちゃけコウジさん言おうと思ったけど、ゴンタさん言ったのそれだからね、うん、まあ、700で全部投げたけど、最後。で、まあ、一応2回なはあるから、うん、まあ、確率的には全然村有利なんやろうけど、うんうん、まあ、ちょっと材料探したいよね。そ,まあ材料それでは、いね、エイタさん、どなたに。

であの黒っぽさを減らそうとしたのかなっていうことを言おうとしたのかなって思ったんだけど、俺、裏いし、俺多分ね、結構、人狼、黒人さん呼んでもらってるんだけど、多分俺、1年はやってないの。もう、文言を覚えてないんだ。多分、文言を覚えてないと思う、俺、もう、そのレベルで覚えてないんだ。そうそうんだ。で、まあまあ、ちょっとメタっぽいけど、それは俺も覚えてない。でも、白ですとは言わないっていうのは分かってたんで、分かってたから。 だからまあそこを釣りにっったってだだけなんだよね投票先も、しかも、ハイタリさんが真だったとしても、ゴンタさん白が出てるせいで、マジで判断材料がないですよね。い<や>投票先もそうだと思うけどね、ゴンタさんは。あ、俺もそうだと思うけど。うん、まあまあ、ああとりあえず、まあ、ね、臭いから。でもそ、その結果、投票先で誰かを釣ろうとしても、むずすぎて分かんないですよね。まあ、分からんね。ああそれでは、さんどなたに投票されますかゴンタさんで。ゴンタさんに6票目が入ります。では、続きまして、9番、ゴンタさん。 どなたに質問されますか。おっさんで。俺ですか。うん。要するにちなみにえっ、ー、とー一番最初にハイタニ君が俺人狼っつったじゃないですか。ハイタニはそうそうっすね。そうでえっ、ー、とーいやいやはえ達也はいやいやいやあの寄らない先の話じゃないですその前にえ達也ゴンタさんしろっていや多分それみみんな多分覚えてると思うんですよ。 その占い先を言う前に、これ、ゴンダさん、人狼倉って言ったんですよ。行、うん、っちゃったんだよね。うん、間違いその辺はおとめなし。俺、俺のシーン、そんな消えちゃう。おたつタく食,食われてるんで、おとめもクソも食われてる。いやいや、強靭な可能性あるんですよ、ゴンさん。ああ、まあまあまあそう。まあでも、まあ、一応し、もう死んでるんで、別におとめも,ない,もういない人なんで。まあまあな、なんなら今ここで、いや、要は何が言いたいかというと、えっ、ー、と、別にいいんですけど、あの俺のシーン、一応ちゃんと追ってねって言うんですよ。で、その場合、何,何が関係するかというと、イ太君の白がちゃんとわかるってことですよ。 だからまあ、それは結構あ、ちょっと怪しいよりじゃないですか。うん。いや、でも逆に言ったら、占いの情報そこしか出ないんですよ。ああまあまあまあ。う,んまあうね、で、俺、そのために、ね、ええと、今日か、あの、ようそれでは、ゴンタさん、どなたに投票されますかまあ適当で、じゃあ、おっさんで。おっさんに1票目が入ります。投票の結果、本日処刑されるのは9番、ゴンタさんです。では、最後に、遺言をお願いいたします。 えっと、まあ、あれですよね。あの、成尾くんが、えー、ハイ谷ニ君に質問したところで、まあ、見事な返しがあったっていうところで、えー、皆さんの中で、あの、確定でハイ谷ニ君が、えー、まあ、あの、僕か灰谷くの宅っていうことじゃないですか。噛まれてますから、ハイ谷ニ君が。ただ、イ谷ニ君が狂人、僕が真っていうことがあるよっていうのは、一応その、ルートとして消さないでいただきたいっていうのはあるんです、ね、で、それをしないと、その、なんだろうな。 占いが全く意味をなさなくなるから。あのハイタリニ君の占いが僕に当たってるんでなので、エイタ君の白っていう部分をそこはあの皆さんある程度認識してほしいなと思います。 誰,誰にも伝わってない,い,い、まあ、誰にも伝わってないそれではゴンタさんはビデオの停止マイクのミュートを押してください <laughs> 頑張って狂人として仕事をしようとするにも関わらずどん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 エイ,エイタの HP が下がってくる恐ろしい夜がやってまいります <laughs> 生存した皆様はビデオの停止をしてくださいさあい、ね、それでは皆様おやすみなさいませ、ね、エイタが白だと思ってる可能性もあるからねゴンタさんがねエイ,タさんエイタのこと分かってないからゴンタさん逆にエイタを怪しめって言ってるかもしれないね まあまだギブアップしなくていいんじゃないとりあえずドグラが怪しいっていう論はまだ立てれるから。ハイタニが殺されたターンは、ドグラが占われる可能性があったから、ハイタニ行ったんじゃないのっていう論がまだあるけどそれではちょっと時間調整入れます。エータがそれを思,い思えるかどうか。エータはもうそこまでちょっと言ってないかもしれないね。もしかしたら。頭が。もう混乱しちゃってるね。どうしようどうしようっ,つって。混乱しちゃってるかな。みんな久々の人狼だからね。 俺とかも人狼が固まってるから久々やっても一応ある程度タできるんだけどやっぱかけまなんか人狼がやってないからねそれでは騎士の方を起こしてまいりますやっぱまだ微笑ましい人狼ですさすがです騎士の方、ね、ビデオの開始マイクの右側でお願いいたします、はい、それでは大須さん本日どなたをご営なさいますかえ、じゃあなるおでお願いしますでは本日なるおさんをご営い,いたします、はい エイタがあんだけいいようと思ってつっただエイタ的にも手がないと思ってんだよね別に別にはっきり言ってランダムだからでは続きまして<や>人狼の方を起こしてまいりますでしょ言えば自信満々に言えば相手も絶対材料ないからきついはずなんだけどでもとりあえずエイタ行かれそうだよねこれはね人狼のエイタさんのみビデオの開始マイクのミュート開始をお願いいたします、まあね、それでは三十秒間ですどうぞさすがにオーさん はいでは本日大須さんを襲撃いたします。さあどうやっていきましょうかい <laughs> さあ生き残る方法あ,まあ,のいあげます大丈夫です。お、ええと、固まってるね。はい、では、本日大須さんを襲撃いたします。どういうプランで行くんかまあ、ドグラのプランは絶対いるよね。ドグラは噛まれたか。まあ、そ,まあ、それで最終日行くから、ドグラ噛めば。 それでは、皆様をお部屋からお戻しただ、その間り奇数なので、きついんだよね。二分の一だったよね。本当はこれ偶数の方が楽なんですよ。偶数にすると三分の一になるから、こういう時は。本当は偶数の方がいいんですよ、ね。逆に守らせた方がいいんですよね、一回は。恐ろしい夜が明け、朝がやってまいりました。で、多分、石、まあグラと、エータと 2> 2、失礼<石>3番、ドグラさんからビデオの解説をして,って,ってください。残って、丸尾さん。っていう 多六番、ね、石井プロ。石井を噛んだ方がいいんじゃないかな。七位黒っていう。八番七井さん。いけるかもしれない。本日無残な死体となって、発見されていた方は、大須さんです。大須さんはビデオの停止をしてください。それでは現在五名生存です。皆様マイクのミュート解除、マイクのミュート解除をお願いいたします。三分間の話し合い開始してください。どうぞ。はい。はい。はい。ちなみに、一応さっき言おうとしたことをやっとまとまったけど。 でいます長くなるならやめましょう。要は例えば、コウさんとナルオんが人狼だった場合に、他の人を落としたいから、ほら、覚えてないじゃんっていうためにやった可能性もあるよねっていう、ハイテイさんに。でも、あ、覚えた、結局覚えてたわってなったっていう可能性もあるよねってことを説明したかったけど、どもりすぎて、俺めっちゃ怪しく見えたわ。あ、なるほどね。一応説明ちゃんとしておこあ、そういうことね。覚えてなかったら、ミュートだよ。石井さんミュートだよ。ごめん。一個離れにたいんだけど。はい、いいっすよ。あの、さっき、あの、岸をさ、 白を増やさないとどうしようもない盤面だと思ったんですけどでもそれも俺も今の夜時間に考えてて結果行った方が良かったかなって思いました言わなかった時にもし王さんが噛まれたら取られる可能性があっだから論チはは王さんが噛まれないでそのまま残って使用するがこの状況で白が増えるから強いんですけど俺そっちかと思ったわ。 その方が強いんですけど、でもワンチャン乗っ取りがあって、だから、そでしょうね。100点じゃないけど、60点ぐらいだったと思う。あ、ベター、ベターやね。あとさ、あの、ナルオ君がさ、ゴンタさん釣らなくていいんじゃないって言った時にさ、人狼の可能性があるって石井さん言いましたよね。もう一回ない、ないっすね。ないない、ない、ない、そうないんだよ。要は、あの、ゴンタさん、今言ってる。バリオボールや。ゴンタさんを釣らなくてもいいんじゃねって言ったんど、ナウく君が。 人狼はないから出たときに、確か石井プロが、いや、人狼の線もあるか伝った方がいいって言った。いや、俺は言ってない。だっけ違う、誰か言ったよ、おっさんと。で、成尾君が。人狼の線は。いや、いやよく考えると。あるはあるって。あるはあるない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 。ハイタネさんが、ほぼない噛まれてるからですよね。まあ、そうそう。それも私のトリックとしてやってる可能性もあるから、結構ないけど、俺はハイタネで CUBD と思ってる。あ、でも。 あれなんすよね。三人目で出て霊媒に行けなかったり言ってでもワンチャン人狼っていうのってないですか？でやっぱハイタリさんが死んすぎて新用しないって考えない？じゃあいいですかいいですかいいですかいいすか。あのハイタリ死んでおくんだったら高次さんの占いがとエタ白でで次の日のえっとゴンタさんもエタ白やったんですよ。うんうんほぼほぼ人狼サイドの二人がそうなんですよ。俺もそれだよ。俺もね。俺も白っていうのは。 けっ結構って思う俺は。そうだね。さすがにじゃない？さすがにかそれをどぐらの力で行ったってことだね。あとはあの初日でまあでも投票の先くらいしかもうケチつけるところがないんですけど、はなんだろうな。石井さんは高木さんって、さん連打して、そう連打しましたよね。高木さんの票が重なったっていうのもあったかな。だからコンタさんが人狼っていうのもワンチャンあるのかなって思っちゃいました。 もう今生産の意味あんまないけどこれもねやっぱね黒側が白って言ってんのがかぶってんのは瑛太さんのみなんですよそこはね本当に嫌だそれでは話し合いが終了となりましたそれはどぐらいの口から出てきたかな ドグラは実際、ハイタに売られるターンだったから、殺したんじゃないの。のだからドグラじゃないの。っていうターン。からの質疑応答です。では、成尾さん、どなたに質問されますか?。いや、まあ、えドグラとエータの。ドグラさんで、水になりそうだね。これは。はい。どうします?。俺は、素直な気持ち言うなら、エータプラスアルファで釣りたいって感じ。そうだよね。プラスアルファ。じゃ、もう、次の日もう1、もう一、もう一インチあるから。ああ、はい、はい、あ、そう,うかそう。ああ。から、まあ。 まあ、うん、うん、まあ材料ほかにいろいろあるかもしれんけど俺の中での材料やと瑛タと次の日誰かで行きたいい機会かなって感じああいや俺もそんな感じなんですよねなんか別に他になんか疑うべきとこがなくてまあそこ以外ないんですよねだって投票がさもうほとんど意味ないんやんか今回投票差しが、はい、はいはいまあもうそんなに意味ないとは思うからそれやったらなんか なんか道中の発言とか材料で考えるとえたでもしダメだったらその時に残った人で考えたらいいのかなっていうイメージまあもうもう多分ちょっと俺が有利なぐらいで他別にっすもんねまあまあまあそう正直ねそうねそんなにやと思うそれでは成尾さんどなたに投票されますか ちゃうなーエイタさんに1票目が入ります。では続きまして6番石井プロ、どなたに質問されますかじゃあエイタ。あい、はい、いや正直俺もエイタでいいなと思っちゃってるんだけど、その俺はその理由はその。正直薄いのよ、ぶっちゃけた話。あ<と>まあだからそのさっきの,の、うん、黒サイド。 ほぼほぼ黒サイドと思われてるやつだから処理押されてるっていう点とただ俺一個言えるとしては<う>今んとこそのなんとかあの残って4人るおく以外はどっかその黒の材料を、うん、見つけるとこで終わってたのに徳田、うん、さんがこのたになっていきなりその、うん、ちゃんと黒塗りをして一人沈めようとしてきたのが俺怪しいなと思った。あね、俺はそれまであのこのままでこのだった時に どれどれが、誰がどう怪しいかもマジだと思う。俺の中では、ナルまあ白置きしていいと思ってる。でも、なんで俺あんまり疑われたいんだけど、俺はすげえ怪しく見えると思うんだけど、俺は白なんで、あのえっとね、え七位、ドグラエイタの順で、にかう。俺はでも最後の、あのちゃんと一人を弟としたところであの ドグラさんが返したなと思ったってくらい。二いい、ね、いい人はま分からなる。それでは、石井プロ、どなたに投票されますか。七にいるかまあ、これ割れる可能性も全然ない。エイタだったら、今の発言良かったね。エイタエイダで。ああ、でも、エイタ,エイタ来ちゃった。エイダさんに二票目が入ります。これはエイダ一本釣りする。では、続きまして、七番、エイタさん。どなたに質問されますか。ドグラにから票が来るから。詰んだ。はい。なんでしょう。 これも、あの、ドグラさん、俺に入れるでしょ。多分あの、ドグラさんが人狼側なら、もう、うん、多分俺が死んで、あの、次のターンって感じで、次のターン勝負になると思うんだわ。ドグラに入れる。うん、てか、もう、罪だ。ただ、石が終わ悪し。俺が今やれることって何があるんだろうなと思ってエータさんと俺の票を合わせて、ドグラさんの票を見るぐらい。ああ、まあそうだね。でも、エータさんがそれで人狼だった場合、俺らに不利益がある。人狼だった場合、不利益があるということ。ああ、そういうことそうか、そうと残っちゃうから。うん だとしたら、まあ、あの次、多分もう、ドグラさんのあの感じ的に、俺、ドグラさんがやっぱ愛しいと思ってて、ただ、うん、あの次の日に行った時に、その今の材料を見てほしいっていう部分で、なんで、ただ、唯一このターンできることは、俺、エシプロに入れて7役にを合わしてもらって、そうです、ね、ドグラさんの動きを見るとかしたぐらいだね。うん、そうですね。す情報が少ないから、ま,まあでもリスクなんだよなぁ。えっと、ただ、俺は、 怪しい部分、そんななかったと思うし、ちゃんと黒塗りしてきたドグラさんが怪しい、俺は変わんないね。それでは、どなたに投票されますか石井さんで。今、位の順に怪しいって言ったに、てきたけど、7位さん使ってよかったね。どなたに質問されますかドグラさんかな今の流れだと思います。今の流れだと、俺は7位くんが、 以外に入れたら、七井くん、超怪しいなとは思う。うん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 。ぐらい。でも、ドグラさんが票決めますよね。あ、そう、結局俺が決めんねんけどっていうだけ。ちなみに俺は石井さんはあんま疑ってないです。なんでかっていうと、騎士の考え、棋士のことを考えてたから。ああ、はいはい。まあ、そうね、そうね。そう。だから俺は、エータさんとドグラさんが怪しいと思ってて、でも、ワンチャン、ナローさんが全てをどんでんていマジでムカつくから、それだけは嫌だなって思ってる。はい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 。 えじゃあ、エさタで終わんなかった場合どはどうで、タさんで終わんなかった場合は俺はドグラさんだと思いますね。はいはい、現状だと。<え>現状はね。で、俺多分、成尾か、ナライくのどっちかかまれると思ってるのね、そうなったら。うん。成尾さんが白いから多分成尾さんがかかるまあ。そう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 。やねけど、俺そこまで行った時のことはそ,そんなに考えてない、ぶっちゃけ。 まあ俺は多分んそうっすね。うん、残るた決まるんじゃねえかなって思ってる。決まらなかったらマジでごめんって感じ。だなそれでは、七井さん、どなたに投票されますかちょっと考えます。えー、いや、まあでも、エイトさんだな。あ,あ、終わった。 エイタさんでお願いします。すみません。エイタさんに三票目が入ります。では続きまして三番度グラさん、どなたに質問されますか。なるほど。はい、うん。お前ほんまに大丈夫やんな。一応確認しとくけど。え、ないそれないそれないそれそれ。それはいたには俺の。 釣り人形でああ今の空気入れてたんや言われやんとわからんかったこれちょっと分かりづらかったごめんいやまあもしもしええたえっとええた釣りで終わりません次の日引きますえっと七井君噛まれるってなったらもしね七井君噛まれるってなったら俺結構迷うるおか石井さんのどっちかってなったら俺は結構迷う 迷うですか俺、あれはもうリーサルウェポンだったんですよね。あの、ハイタニさんが何か来たら、その質問を投げかけようっていう。あ、もう決めてたんや。決めてたっす。あ、そのもう、2戦目始まるで役職配られるときに決めてました。あ、でも会開幕人だったんで、はいはい、正月かましたろうと思って推理つまんないから、それだけかましたいなっていうのはあった。それでは、どぐらさん、どなたに投票されますかじゃあ、すいません、エイタさんで。 エイタさんに4票目が入ります投票の結果本日処刑されるのは7番エイタさんですでは最後に遺言をお願いいたしますえーっとあの、まあ、もちろんまだ続くんですけどあの <laughs> 流れを作ったドグラさんがまあ俺からしたら一番怪しいと思うんでなんか、はい、ほら変なことしてるしまあなんであの <laughs> まあとりあえず次そこを考えていってください頑張ってください それではエイタさんはビデオの停止マイクのミュートを押してください代打としてエイタエイタさんを処刑したにもかかわらず恐ろしい夜がみんなエイタのことでなギフトいっぱい入れてやってくれコウさんやってまいりません村人陣営の勝利ですおめでとうございますおめでとうございますおめでとうございますきつかったマジかいやよかったよかったいや俺が決めちゃったね

マジかいや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 てか、あれじゃないですか、ゴンカさん悩める余地あったと思うんですけど、なんで占いで出たんですかえいや、決めてたんですよ。占いでよとは決めたん決め打ちでしたって。決め打ちで。あー、結いや、もう、コージーさんとエイタ君、本当にごめん。いや、違うんだけど、ご主人様になんか、いや、超白刺さって。 俺それでいいって話聞いてたんだよご主人様にシロをつっていいって聞いてたの俺なるほどねそういうことかめちゃくちゃエーさん擁護するのも死ぬ時にめちゃくちゃめちゃくち臭いなと思っておずっとやめてくれえええエは俺いや違うんだっていや俺の中では全うした気持ちだったんだよさすがに臭かったっす首ちょんぱいして首だけで俺に向かっ喋ってく やめてくれってなるよ。首ち <laughs> ョんぱで助けて瑛タさんって言ってきたもんな。正直 <laughs> ってるからね。なうん、やっちまったなえ。え、ってか、ホイトニーさん、よく覚えてましたね。言われたに いやいやいやだから言われても俺覚えてない人正直俺はこれだけは絶対誰かやってみようと思ってたからなるほどねなるほどねなるほどねちょっとリプレイだハイタニさん俺も絶対これだけはやろうと思ってたハイタニさん一対策は俺がもしこれ黒でも答えたら多分これ偉いすごい偉い偉いいやちゃんとしてるなるほどとかいやすごいわ そう、小林さん、どうだったちょっとね、2回連続つられちゃったっすけど。いやー、申し訳ないです。僕がアドリブで帰れたらワンチャンあったんかなと思いましたね。いやー、なんか、レイバイスみたいな。いやいやいや、きつっすよね。レイバイ降りときゃよかった。いやー、ハイタニさん、ほぼ隠しろみたいなもんでしたもんね。隠しろでしたね。しかも、しかも、強靭がだってね。 助けてくんないから、もう、だって、初日、絶対、コウさん投票しますからね、あれ。そう。あれ、むしろ、みんな優しさで、ちょっとね、投票をらしてくれたのが、うれしい。涙が。うしかったです、ほんまに。らのその画像だ、背景の。何やってるんでしょうね、今、これ。そうなるんでしょうなんん、かつくな、マジで。ゴンサさんが、ハイタニさん、シロだったので、でかかったですね。 ああ、そうだよ。だから、占い師の対抗同士の二人、二票からももらっちゃうから、かなりきついちゃったから。うん。だって、ゴンタさんのハイダン絶対入れるから。うん。そうね。で、ゴンタさんじゃ入れなかったけど、だからおもろかったけど、あの、何でもありで優しさありなんだと思って。ね、ハート振る。かわいそうだから。マジで格芸マシン量が。だって、今、そう。にさせたね。前続けて。て。ありとあらゆるネタがかわいそうです一番待ってた人が、一番最速やった。そうかわいそうだったと思って。 いやでもね皆さん2回戦終了しました、ね、じゃあ一人ずつねちょっと感想を聞いていきますのでじゃあえー、っとあずれたのあじゃあるおさんからお願いしますあ、はい、<laughs> いやーありがとうございましたました,ましたありがとうございましたいやこれ僕も俳優さんが役職来た瞬間に、うん、絶対言ったろうと思ってたんですけどうん まさかゲームを決めちゃうとはね。え、ハイタニ会社が持ってましたね。でも、ついにつまんないとか言って、何のためにやってるのいやいやいや、ょがりだから。いやいや、しょがりしょがりしたかっただけです何かをやりたくて、で、ハイタニさんはちょっとしょがりしようかなーって思ったら、意外と答えてきて、そうだね。これは本物だって思って、結果ね、それがもう勝利にもう貢献できて、僕はすごい、

初日につられる辛らさはよく分かってるんで、本当うう <laughs> とりあえず死ぬ。いと思うんですけど、はい、いマジできついなと思うよね、あの真っ昼間に呼び出されてさ2回、2回連続初日で死ぬっていうのは、1年ぶりらしいですからね。1年ぶりに来て、ね、初日釣りっていう、ね。まあ、じゃあ、バルラントの方で頑張ってもらって。そうですね、はい <laughs> えー。ありがとうございました。<laughs> はい。また、じゃお願いします。じゃで、で宣伝を、じゃお願いします。口は、まあ、個人は、まあ、YouTube チャンネル始めました。え、え石井プロザ YouTube で検索してください。出てきた。ザーザーがいるんだ。あ、そうだなんか1 0 0に行ったのあ、0 0に行きました。今、収益化申請しております。よろしくお願いします。よかったそすよ。じゃあ、これはね、石井ちゃんの収益化取りましたジャブジャブ、スパチャの方よろしくお願いします。ジャブジャブ。はい。じゃあ、応援してあげてください。はい。あと、まあ、告知も一個、いい。この後、トパチャンありまして、私、トパアメに飯を食わせてもらってますんで、ぜひ、皆さんそちらの方見ていただけると。ガやすりを今日もお願いします。 僕もガヤしますからやりますね19時半からよろしくお願いしますはいはい。ありがとうございましたじゃあ次は七井くんお疲れ様でしたお疲れ様でしたいや今日七井くんのサイコっぷり出てたねあマジっすかどどの辺全然出てなくないですかあのゴンタさんに投票してあのコウジさん死ぬんかなみたいな感じでなんかチラチラ見てるところがすっげえな泣くんでもあれやああしないことあるんですかあそこでいやわかんないんだけどあいやそうかそういうところか そういうところで信用してもらえないのか。<laughs> <laughs> 楽しんでんなーと思って、ね。いやなんか最近もう初対面の人、うん、2>, 2人に喋り方がうさんくさいって初日に言われて。何、うん、な,な,んなんですかね。<laughs> 不利ですね、人狼。青年なんだけどね。好青年なんですけどね。普通しかも今日ちゃんと村でしかもすげえ真剣にやってたじゃないですか。やっ,やってた、やってた。 でもみんなが言ってたのはなんかうさんくさい頑張りすぎだとか言ってましたなんなんすかねロールブレックスをやろう。ロールブレックスをやろうって。RP さん。生き方だね。生き方じゃないですか。いや、難しいな。まあでも久しぶりにやりましたけど、楽しかったすごいや、でもやっぱ上手でした。まあ回してくれてね、助かりましたよありがとうございます。よかった。またよかったらお願いします。はい。よろしくお願いいたします。じゃあ何か宣伝お願いします。えっと告知はですね、えっと、今日、トパちゃんのガヤ発信でやります。 とあとえ二十三時からあのマダラウシさんっていう人、狂気三脈の作者さんのチャンネルで、あの新作の TRPG がリリースされて、それ遊ぶの呼ばれてるので、なるほど。はい。よかった。興味ね。TRPGX やろうやってくると。あ、t r p g クソ野郎最近お前本業なんだよって言われるんですけど、あの e スポーツキャスターです。よろしくです。あ、なんでそっちをあ今日よかったら見ていただければなと。 はい、思います。じゃ奈良県の YouTube を見れば見れるってことですね、はい。あ、そうですね。すね YouTube ともう一個の方はあのその作者さんのチャンネルなんで、僕の Twitter チェックしていただければ、はい、よろしいかなと。あとチャンネル登録も今後企画いろいろありますのでよろしくお願いします。はい、じゃ皆さん。はい、そんな感じです、はい。ありがとうございました。しよろしくお願いします。じゃ、はい、次エイダさん、お疲れ様でした。お疲れした。いや今日代打できてね最後難しい判断だったけど。いやあの楽しかった。ただ唯一悔い,い残今のは、うん。うん。 初めての俳優さんで役職だったじゃないですかそうだねマジで釣りたくなかったけどねあと噛みたくなかったんでね、うん、あと噛みたくなかったけど、うん、もう噛まざるを得なかったねいやあれは無理だったね,っねあれは <laughs> そこだけこれはエンターテイナーじゃなくなってしまったなってちょっといやあれはねちゃんとねこっちでもねあのもうええー、そこ噛むしかねえよってみんななってました大丈夫です <laughs> 俺絶対守られるかと思ったもん 俺まずね騎士が守ると思ったからそれは騎士が下手くそだからしょうがないですかレンガ見かなと思ってたらでもねそこでエイターしっかりね神に行ったんであれえらいちゃんとえらいゲームやってたなって楽しかったっすわうんよかったよかったほんと今日はね急にで本当にありがとうねマジで全然あの代打でしか呼ばれないので全然気にしてないんでまたいやでも違うんですよだってマジンの一番出てるのはあなたなんですよへえ返す実はね エータが一番出てるんですよ。<ー>うそうだなんだ。断突で飽。飽きちゃったっぽいだから。断突なんだ。断突です。えぇ。すげえな。あのー、こなんなですかね、おあのー、いろいろ応用が効くんで、この人は。<laughs> <laughs> どこに行ても大丈夫。えー、<う>え、待って、断突っていうには2以下と何回差をつけて断突1位なん <laughs> え、でも多分ね、10回とか。え、そんなっすかマジでえマジでデータめちゃくちゃついてるはず。え、マジゃもう計算してないけど、あのマジでついてたよ。多分ん。えだからちょっと俺、エータ呼びすぎなのかなっちょっと思ってたの。いつでも俺はもう全裸で待ってるんで。あ、わかりました。じゃまた、ちょまた呼ばせていただきますね。よろしくお願いします。はい。じゃ宣伝宣伝お願いします。宣伝はえっと、6月7日、これって発表してるよね、ななく君。あ、いいっすよ。6月7日にね、21時からあの TRPG を フィジックスやろう。またくせやろう。またくせやろう。TRPG でジャンル合ってるよね。なんで、と、って俺とあの、ドグラさんとシマドリルさんとかでやるんで、まあよかったら見てください。シマドリルさんの新作、新作です。あの、FGO のキャラの絵とか描かれてる。えぇー。たのシナリオで、われわれもなんかイラスト今回描いてもらってね。すごいね。すごい、すごい面白いという評判なので、す。 終わりました。6月7日、イタさんね。皆さん、じゃあ、チェックします。お願いします。じゃあ、そんな感じです。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。じゃあ、大さん、お疲れ様でした。あ、お疲れ様でした。大さん、最後ね、しっかりナイトガンダムやってて。うん、まあ、そうっす。まあ、でも、楽でしたね。その、恋愛かけてて、3人手あげちゃってるから。しかも、だって、ハイタニがもう、シンでしたからね、完全に。そう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 。まあ、まあまあ、致命的なミスだったからよかったっす。確かにね。 大さんでも1回戦までかなり辛そうでしたけど大丈夫でした ?1 回はね、きつかったっすね。t r p g スやろうがあ、マジ t r p g スやろうが目キラキラさせながら、あっちにードとしてくるんですよ。そうですね。ああまあでもいい勉強になりました。あと、撮也と遊れたのもよかったね。ああそうですね。また昼とか、また開催だったらね、また出ていただければ。ああぜひぜひぜひボールでおけば。終わりました。じゃあまたよろしくお願いします。お疲れ様でした。えっと、宣伝お願いします。 あの僕、あの、5月を持ちまして、ミルナさんから、あ,あ、何すかあの h, h l、v、で脱出,脱出しますんで、あ、そうなんすね。ちょっと、こう、こっちあれ肩っ,ってま <laughs> すね <laughs>、はい。はい、この、う <laughs> <laughs> なんで、6月からは、もともと、あの、だけどしゅ、なんか塩漬けしてた、はい、YouTube の方で。 あ、YouTube チャンネルあるんですね。はい。あの、もう、収益化も終わってますんで。おー、素晴らしい。はい、<ー>あのバーチャルの案件動画、イエスの3本ぐらい上げた時に。ああ、そうだね。はいはいはい。それ、ずっと使ってなかったんで、はい。それでやっていきますんで。あ、わかりました。じゃあ、これから YouTuber として頑張って、まあだだけど、まあ、あの、配信サイトかっても、またね、みんなとこう遊べれば、もちろん遊ぶんで。うん、そうですね。全然か、俺、こっち全然変わんないっす。 あ、よかったですよかっともよろしくしますはい、じゃあよろしくお願いします皆さん YouTube チェックしてくださいお願いしますお疲れ様でしたじゃあ次はゴンタさんお疲れ様でしたお疲れ様でしたいやゴンタさん最後ねはい素晴らしかったですよいやいやいやもういつもねはいいつもお声掛けいただいて本当嬉しいんですよはいで、もうその時からテンション上がってねはいで、ねいつも豪華メンバーじゃないですか大根さんがいたりとか梅原さんがいたりとかねで、今回ハイタリ君と一緒にまあ念願と遊ぶことできてはいテンション高かったんですけどいつもなんですよ

途中からなんかこうやって薬指がほぼに生まれ始めたんですよねこれこれご主人様だっつってそうです解決しちゃってるもんなっつってもうー太がマジでやめてくれって感じ言ったからね本当にそれ以上やめてくれってすごかったよそのおかげでどぐらいか気づきましたからねだってねいやほんとっすわもう狂人二度と引き勝つんですよいやでもねまあ難しいですけどねいろいろ試行錯誤していただければはいあですありまあでもあれですよ今田さん次回からどんな感じなんですかね 次回からあのあれですよねあの就職が決まったってあそうそうそうあ就職決まったんですけどはいえっとねなんか天井が降りてなんか寝てたらなんか紫色の T の字がガッとしか出てきたんです紫色の T はいそう紫色の T 字があっつってあはまだ配信を続けられるなっていう感じなんではええどこでやるんですかあの紫色の T であ洋服洋服一緒だ洋服だあそうなんですよ。 一応、その、まあ、あの、飲食業界長いんで、はいはいはい。あの、身の振り方とかいろいろできるんで。なるほど。はい。じゃあ、紫の T で一応続けると配信はあ続ける、はい。なので、あの、僕もお子さんと同じく遊べいそうなので。あよかったです。じゃあ、これからも誘っていいおい、殉職してねえよ、はいなぁ。話聞いてたか。じゃあ、これからも配信者とも一応やっていくといことでね。これからもはい、ぜひ。よかったです。じゃあ、皆さんでね、一緒に楽しめればと思いますんで。ぜひ、ぜひ。

はいお疲れ様でしたお疲れ様でしたどぐらさんも最後はねもう重鎮みたいないでたちでああもうエータでしょうみたいな感じで、ね、<laughs> いやいや,いや別にそんな偉そうにはしてないけどいやでも勝ちに導きましょうよーーはい完全に、はいね、ありがとうございますはいどうでしたで最初の人狼をやってみて いや、あのね、一個気づいたのは、昼の人狼、眠くなるなと思いました。あ、眠たくなった。そう。あのね。そうだよね。まあ、あの、そう、夜時間とか、配信やから、なんか自分の推理とか喋らなあかんねんけど、もうマジで、こんなの出て。そう極端だな。マジで眠くなりました。いスピード人狼の方がいいのかね、もしかしたら。いや、いや、まあ、でもそういうわけじゃなくて、やっぱ、あの、普段、なんか、絶え間なくゲームしてるから、あの、そういうの感じないだけで、 この時間ってやっぱ眠くなるのかなって勝手に思いましたまあそうだよねまあ実際そうだよなと始まる感じもねまああとはちょっとジム帰りっていうのがあったんでやっぱそこもちょっと今日もジム帰り今日もジム帰りですあジムやってたの今日あそう今日もジムやってますけどもねパンプアップしてるもんねそれもちょっとあるのかなって思うわすごい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 マジで結構うれしそうしかもめっちゃ鼻が膨らんでるしハンターハンターの陰汁みたいな 花粉取るすごいももう。え今体重何キロですか？体重55です。あ一緒じゃん俺と<だ>。全然軽いですよ。660目標なんで。いやでも俺太いからいいね。いやいや全然もっと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 です <laughs> もうあの一年後にはもう誰にも何も言わせへんように。<laughs> あの、すごい楽しかったです。はい、ありがとうございました。じゃあ、宣伝お願いします。はい、えっとね、僕も YouTube やってるんですけど、あの、最近、スーパーサンクスという機能が、え僕の YouTube につきまして。それなんですかスーパーサンクス。か、それ。えっとね、配信に、要はなげぜにをするっていうのがスーパーチャットじゃないですか。はい。この動画になげぜにしようっていう、動画へのなげぜに機能がスーパーサンクスなんですよ。動画で伸びてるから。 稼ごうと。いや、違う、全然そうなんじゃないです。ただ、あの、僕は。じゃいや、なんか、豆スパが勝手にやりました。僕は。来てまいりましたけどね。いや、もう僕は、もうそんな全然いいから、そんなやらんでいいよって言ったけど、豆スパが、あの、来てて。まあ、それで、まあ、あの、動画の、そのスーパーサンクスで、あの、僕の動画をね、あの、応援して、 応援していただけるならね、まあ大変ありがたいなと。わとあ、いやるしなと。政治家だよ。<ー>政治家な完全にな。ことなんで。<laughs> 皆さんここはね、あのもしよろしければここは一つということで、<laughs> はいよろしくお願いします。<laughs> 終わりました。じゃあそちらのね、スーパーサンクスをね、入れてあげてください。まあ、まあ、あとは、あの、コウジさんかわいそうすぎるんで、コウジさんに MVP やったってくれやっていそうですね。そういうのもありますね。かずにやったってくれへんかという思いがありまして、はい、もう、それぐらいですね。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがといじゃあ次はコウジさん。そのコウジさんですね。お疲れ様でした。 お疲れ様でした。あの一個説明させてください。大さんとドグラさんが和樹って言ったと思うんですけど、あれ僕の本名でして、幸次和樹ってのが本名なんです。そうですね。あ、名字もそうなんだ。そう、名字が幸次で、はい。あの大さんが和樹って言った時に、あの坂根さんがなんやこいつっていう顔をしてたと思う。よろしければその和樹って覚えてもらえるとありがたいです。あ、よかったです。はい。あとどうですか。一年間待ってあの初ヤトンが二回連続だったんですけど、どういう気持ちでしたやっぱ。 あの、黒人さん、1年前の試合覚えてますか僕ね、その時も人狼側やったんですよ。で、その時、あの、狂人がハンサム・オリガサさんっていうプレイヤーで、ハンサム・オリガサさんが、あの、狂人で、霊媒使用したんですね。霊媒使用して、占い結果やったんですよ。あったわ、それだろ。あったわ、いたわ、俺、それ。それで、あの、 僕が初日に釣られて、あのう、君が今日のえいたさんみたいに、ひどい顔して死んでいきました。はい、そしたら、次から人狼なったら、もう黙ります。何も言わないです。僕死をしない。です味方がなんかやるからね。気をつきます。気をつきます。気をつきます。いや、でも、よかったですよ。え、で、え、でも、こさんはあれなんですか。次回からどんな感じですか。あのね、見るな、僕続けようと思ってるんですよね。あ、そうなんですね。はい。 あの赤紙着てますけど、別に見るだろう。<laughs> <laughs> いやいやいや、続けようと思って多すぎだろ、はい。6月1日からも一応、ミルダムやっていけたらなと思うんで、ぜひミルダムのチャンネル見ていただければなって。ということは、配信は続けるということですね。配信はもちろん続けていきます。よかった、よかったです、はい分た。分かりました、分かりました。はい、じゃあ、みんなでね、<あ>共に遊んだり、いろいろしましょう。 はい。あと、最後に一言いいっすかあの、どうぞどうぞ。僕、カズの子さんっていうプロゲーマー好きなんですけど、最近、あの、なるさんとハイタニさんもいいなって思い始めてるんで、ぜひ、よろしくお願いします。あの、いいなって思って。よろしくお願いします。はい。よろしくお願いします。ぜひぜひぜひ。はい、じゃあ、次は、最後、ハイタニさん、お疲れ様でした。お疲れ様でした。どうですか、初の格芸魔人狼。やっぱ楽勝でしたね。 楽勝だったね、<laughs> なんかね、<laughs> 本当に。<laughs> 本当に、楽勝やったんで、しかもかもう全部当たってたんで、ね、の、<laughs> 誰かがしょがりしてくるからとかも、なんかもう、全部たたそれもやめてたもんね。うん、はい。だからまあ、やっぱこんなもんかなっていう。<laughs> <あれ> <laughs> 一応市民側だったじゃないですか、二回とも。あそうですね。黒あののそ人狼側でやったときは、もう全然大丈夫ですか、人狼側でやったあもう全然大丈夫だと思いますね。ああ、もうじゃあ次出るときは確実に魚が多分やると思うけど、いや、そうですね、だから、かの役職やっぱすごい面白いなと思ってて、やっぱそのその時によって考え方変わるじゃないですか。そうだね。人狼サイドもちょっとぜひ、確かちょっとや、ま裏にしてもめっちゃ面白かったんですけど、人狼サイドも全然やりたいですね。おいいですね、いいですね。わかりました。じゃ次回以降、またなんかね、機会あったらやってください、お願いします。 はいじゃあ宣伝お願いします <laughs> えーっと金曜日のえー、っと何じゃ3日にあの芸人のロバートの山本さんとなぜか8時からアモンガスをやりました、えー、<laughs> と、えー、来週の、えー、っと6月の8と、はい、何やろう15かなこれ銀シャリさんのパポッドキャストのえ,ー、えーっとなんやラジオに出ますまあ今年は見るの企画で 出れたんですけど。お前、芸人になるんか芸人じない。芸人ビルダムのやってるんよ。イベントみたいなやつ。あ、そうね。で、それで、どっちもできたんで、まあ、それちょっと、なんか珍しいんで、ぜひ、ちょっと、見てくださいって感じですかね。もちろんわかりました。はい。じゃあ、ハイタニ芸能人になってるんだね、これこれね。そんなんじゃないそんなんじゃないハイタニさんだな。いやいやなんでいきなりそんな嬉しそうにするんだんじゃないいきなり嬉しそうにしすぎやろ。クソだせな、お前。 6月3日と8日ね。<laughs> あーですね。はい、わ、はい、かりました、そちら。じゃあえでも、ハイタも配信するんだよね。えっとー、金曜日は配信で、そのラジオの方はもは収録あ。収録で、はいはい、やります、ね、<録>皆さん、よかったら見てください、お願いします。はい、じゃあお疲れ様でした <laughs> えっと、じゃあ皆さん、えっとね、えっと、今日の m b を決めたいと思います。僕に個人ラインで、えっと、今日の MV 自分以外のですね。もういいんじゃないかなこれ、コミットしていいんじゃないかなと思います。コミットしますかコミットでいいと思う。俺はコミットでいい僕はいいですけど。これ、かわいそう、かわいそうですかかわいそう込みっていうか、ちゃんと m b を決めていただいて。ナイスプレイってう。ました。

成長したなっていうのをなんか上から目線じゃなくても感じるんじゃないかなとね。ねえ、もうなんかそう。普通はね、だってハイタニーみたいな感じでしょうね、何も分からない状況だったのに。<laughs> そうですね、まあ,あの、実際、ハイタニーさんは正直、第1回の皆さんより全然もう、うまかったね、<れ>確かに。いうですね、正直ね、掛け合いルールなんですけども、あの正直、掛け合ってもなくても変わんないかなとは思ってるので、そうだね、けいに関しては 皆さんも引き続き、こうやってね、また今回は初めての昼開催だったんですけども、また昼開催等は、です皇族人さんの方で調整していただけると思いますんで、また昼開催もですねどんどんやっていただいて、新しいプレイヤーがどんどん参加していただければなと思っております。はい、はい河内さんはですね僕の中では遺言が過去一、完璧な遺言だと思いいいまますすね全一とととううう形であありりががごござざいます。 不明よ、じゃないですか、言うはい、<laughs> 確かに。<laughs> はいまあ、あのレースやってましたもん。<laughs> やってたからユうぐら <laughs> 用意してたかのことくあ、あ、はいあのー、ヘさん、お疲れ様でございました。はい、お疲れ様でした。じゃあ、先生、<ー>お願いしますは。ありがとうございます。あのー、<laughs> 今ですね、僕、あの、自分の YouTube の方で、あのー、人狼ゲームの、あのー、企画を、えー、主催をやらさせていただいておりまして、まあ、そちらはですね、あのー、いわゆる人狼プレイに慣れてる方々をお呼びした13人村という形で、まあ、13人で、あのー、人狼ゲームをするという形で、ちょっとルールはまた違うので、まあ、詳しくはお魚人狼というタイトルでやらせていただいてますので、<laughs> 気になる方はお魚人狼で。<laughs> 何をわってますか、おっさん。 可愛 <laughs> い,い,い,いい名前だなと思って、<laughs> みんなでスイムすから、スイムスイムって。までやっております ぜひで,、まあ、ですね、気になる方は見てみてくださいあの。かけまじいのと同じような視点配信で各自配信してもらって、GM 目線では役職公開の状態で内通模様をお送りしておりますので、気になる方は見てみてください。<ー>あとはですね、はいあの、11人村とかでまた、かけ馬の,のみず皆さんとか、まあ、あともう黒人さんとかも、まあ、今後はですね、ちょっとオファーをかけていきたいと思っておりますので、えー、あの大会とかでお忙しいところもあると思いますんで、えー、あので、ちょっとあの僕の方でもあの失礼ないように大会の模様をですね、予定を確認しつつ、お誘いさせていただければと思います。 思いますので、その時はぜひご参加いただければと思います。もちろんです。ありがとうございました。ありがとうございました。どうありがとうございました。それでは本日の MPU 決めたいと思います。言われた方は指を一票とやってってくださいお願いします。はい、谷さん一票。 え、七井さん一票。え、コウジさん七票。コ二ジさん決定でございます。よ素晴らしい。おめとうございます。コウジさんおめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ごさい。完璧だったから。そう。m v どうですか て初めてかこいや、めっちゃ嬉しいです、あんなに欲しかった MVP がこんな形で、こんな形で。ちなみに第1回目、自演しました、自分で自分に入れようとして、さんに怒られましたでもね、昭和と2回連続だったんですけ MVP 取りましたから、しっかり。ややっぱ

さあということで終わりました。えー、本日はね、えー、こんな感じでいろいろやっていただいて、そして昼なのにね、皆さんあの見ていただいてありがとうございました。えー、とこれからもね、昼はいっぱいありますし、まあ、ちょっとハイタニとも、ハイタニもちょっとね、人狼ちょっと楽しそうだったんでね、また第2回やれたらなと思いますし、あと配信者も別に消えないということなんで、赤紙とか言ってるけど誰も消えないんでね、よかったですね。また皆さんよよあの呼びたいなと思いますし、逆に言うと、皆さんにもちょっとご協力がありまして、 あの本配信以外も、隠しても見てあげたりとか、ギフトをいっぱい投げてあげてると、彼らもね、またこれからも続きますんで、そうするとまた僕も呼びやすいということで、また格言マジンも続いていきますので、ぜひぜひちょっとそこらへんのご協力もいただいた、いただけたらんなと思いますので、よろしくお願いします。じゃあ、皆さんお疲れ様でした。6時半からは予想や酷なんで、6時半からまた戻ってきて、戻ってきていただけたらなと思います。じゃあね、みんなお疲れです。バイバイ。